はい、戦国武将紀行、前田利長公。利長公はですね、利家公のもちろんお子さんなんですけど、まあ、二代目の重圧に耐えたですね、まあ、確かにちょっと一般的には派手ではないんですけど、まあ、優れた、まあ、選択をしたと、加賀百万石、前田家を守ったという方の、まあ、実績がまず第一位だと思いますね。父のね、利家公はまあもちろん織田家に仕えてですね、信長公の、まあ、それこそ側近ということで若い信長公を支えてきて織田家のために忠誠を尽くしたと、まあ、数々のドラマでですね、やっぱり尾張の頃からのですね、前田家というのが非常に出てますので分かりやすく解説されてるんで、まあ、その辺は省きますけども、まあ、利長公はですね、まあ、ちょっと今風で言うとちょっとお坊ちゃま風なんですけども、まあ、こちらのねところには皆さん銅像、この騎馬像、立派な入り口のところでね、手を合わせて拝んでらっしゃる方が結構いますよね、地元の方、前からそうです。まあ、なんか意味がもちろんあると思うんですよね。まあ、高岡の町にとってはですね、まあ、利家公もなんですけど、まあ、どちらかというと利長公が、まあ、隠居城でですね、高岡城の開いて、まあ、この町の発展をの層を築いたということで、まあ、高岡の人にとってみれば、まあ、利家公よりもどちらかというと利長公の、方がですね、まあ、著名であるということが言えると思いますよね。まあ、この騎馬像もですね、まあ、何度も来てますけれども結構大きいんですよ。写真とか動画で見るとそうでもないですけど、実物で見ると結構大きくてですね、まあ、これは私のお気に入りの像の一つでもあるんですけども、まあ、そんな利長公、まあ、特に関ヶ原の時の判断ですよね。まあ、お松様、要するにこの方の母上がですね、やっぱりしっかりしてたんで、まあ、その意向が強かったといえばそれまでなんですけど、別に母の言いなりになってたわけではなくてですね、やっぱりこの方ご自身も、まあ、特に徳川家康公にはちょっとしてやられたなっていう気もしないでもないですけど、でも加賀前田家としてはですね、まあ、当時はまだ百万石とかいうことじゃなかったんですけど、まあ、石高よりもですね、北陸のやっぱり雄であった柴田勝家についていた方ですから、つまり北陸に来た理由、前田家が来た理由っていうのも、織田家の中でもですね、まあ、北陸の統括の長官みたいだった、柴田勝家公が越前に入られて、その頼家の一人として入ったわけですよ。ですから、まあ、勝家公の家臣ではないですけども、やっぱり北陸にはそこから、まあ、前田家が関わってくると。そもそも前田家は尾張ですから、東海地方には、まあ、士族もいますけども、まあ、北陸地方にはですね、まあ、極端に言えば縁もゆかりもないという方ですからね、本来は。他の分家とかはいるかもしれませんけど、基本的に織田家に仕えた前田家としてはですね、その加賀とか能登に入ってきたという理由は、その利家公が、柴田勝家についてこちらの与力大名として入ったということが挙げられますよね。まあ、そんな中で利長公はですね、関ヶ原というちょっと対局を迎えてですね、これは困ったと。まあ、半信半疑というか、要するに父の利家公がですね、御大老のもう、まあ、家康公以外でですね、もう豊臣家としては筆頭ですよ。要するに豊臣秀吉、羽柴秀吉の頃からですね、ずっとついてきて、まあ、その友でありということでですね、男前田利家を見せていたわけですけど、利家公が亡くなってですね、まあ、偉大な父が亡くなるとやっぱり二代目というのはちょっと辛いですよね。どの武将どの藩もそうでしたけども、そしてその二代目がまあ守りきったというところではですね、大きな実績だと思いますし、まあ、別にこの姿も父の真似をしたわけではないですけども、槍を持ってないですからね、槍の又座ですから父親は、長い槍を振り回していたというのが有名ですけどもね、まあ、別に身を見まねでもいいと思うんですよね。まあ、それはもう徳川家にも言えることで、偉大な家康公、父親がいる秀忠公とかね、もっと言えば結城秀康公とか、ちょっと二代目というかその息子さんたちっていうのは、なかなか難しいですよね。武田家においても信玄公の後を継いだ勝頼公とか、上杉謙信の後を継いだ、まあ、お二人いましたけど、まあ、一応影勝公と。やっぱり皆さん二代目は苦労するわけですよ。ちょうどその時期にですね、関ヶ原と、植法政権から徳川家に移るっていう、もう、お家が滅亡するかどうか、存続の危機ですよ、皆さんね。そんなところを乗り切ったということで、これから江戸時代に
160年間もですね、加賀藩は続くわけですから、そういう意味では、まあ、英断というか、まあ、さっきから言ってるんですが、母親の、ね、意向は確かに強いんですけども、この方がね、ちょっと間違いを起こせば、もしかしたら前田家なかったかもしれないぐらいな感じでしたからね、徳川家としては前田家は敵にはしたくなかったと思いますけども、まあ、味方というか、戦わずしてですね、関ヶ原も実際、年の学校は関ヶ原の戦いに出てたわけではないですからね、まあ、地域戦というか、まあ、北陸の方にいて、まあ、動静を見守るというか、まあ、東軍に内部してたんですけど、東軍型だったんですけども、まあ、それによって、まあ、能登からですね、利恵子の所領だった能登からですね、加賀越中三角国ということになったわけで、まあ、あの正確には120万石以上あったと、130万石ですかあって、まあ、後にあの分治してですね、富山と大正寺に分けて、まあ、一般的に103万石の本領を加賀前田家の、まあ、加賀100万石ということだったんですけどもね、まあ、もう少しこの方もね、ちょっと地域戦でこう活躍した部分をね、それぞれの場所で話をしていきたいと思いますね。はい、まして前田利長公、こちらは高岡城です。